Let's go! 3人とも早くクローシュを開けて。臭くてまずい魚だ。ただの魚じゃないわよ、巨大な魚なの。早くカードを引きましょう。舐めないといけないの？私は？やった、何もしなくていいのね。ジェスは？私は食べないといけないんでしょ。最悪、魚なんか好きじゃないよ。始めたくない？それならモニカ、よろしく。嘘、魚なんか舐めたくないよ。だってすごく臭いんだよ。もう我慢の限界よ。このままじゃ一生待たされるじゃない。これでよし。丸ごと舐めちゃった。やだ、もう無理よ。今度はジェスの番よ。全部ジェスのものよ。嘘でしょ、生魚なんだよね。最悪、少しだけなら噛んであげる。うわ、美味しくないよ。鳥肌が立ってきちゃった。もう無理。え？魚はこんなに大きいのにこれしか噛んでないじゃないの。そんなのじゃダメよ。ちゃんと食べて。はい、口を大きく開けて思いっきり食べてもらうの。私のことがかわいそうだと思わないの？仕方ないわね。うわ、頭を噛んじゃった。あん、もらって。いらないわよ。私だっていらない。今度は何が入ってるのかな。あ、オレオだ。それじゃあカードを引いて。運が良くなるのは誰だろう。アン？あ、食べられるんだね。よかった。今度はジェスの番だよ。やった、舐められるんだ。モニカは何もできないってことか。そんなに落ち込まないで。チャレンジは始まったばっかりだよ。それで誰から始める？私から食べる？ダメ、そんなのずるい。まずは私から舐めないと。中のクリームは絶対に全部舐めてあげるからね。うん、おいしい。最高だわ。じゃ、元通りにしてあげる。アンには悪いけど、私のよだれ付きのオレオを食べてもらうわよ。うわ、最悪。こんなのを食べないといけないの？びちょびちょじゃない。最悪。だけどチャレンジのために食べてあげるわ。うわ、気持ち悪い。もう半分は食べたくない？なんてことしてくれたの？この気持ち悪いオレオをどっかやって。モニカの顔面白かった。じゃあどんどん次に進んでいこうか。今度は何かな。あ、チュッパチャップスじゃないの。やった。でも喜ぶのはまだ早いわよ。ひっくり返すまでは安心できないわ。何もできないの？やった、舐められる。私は食べられるのね。やった。じゃあ始めるわよ。ダメ、まずは私から。わかった、包装紙はいらない。ごめん、早く食べたいから急いでるの。あれ、なんで噛めないの？なんだかおかしいわ。あ、そうだ、チュッパチャップスを割っちゃえばいいの。割れなかった。別の方法を試してみるわ。金槌を使えば大丈夫。頑丈な飴なのね。面白い。ジェス、食べることができないなら私が舐めてもいい？ああ、おいしい。すっごく甘いわ。ストロベリー味だったのね。時間がかかりそうだね。みんな、暇つぶしをしておきな。あれ？もうこんな時間？みんな家に帰ろう。おはよう。チャレンジを続けるよ。あれ？アンバまだ舐めてるの？いいこと考えた。チュッパチャップスを電動ドリルにつけましょう。アン、見て。チュッパチャップスをドリルにつけて電源もオンにしたら、チュッパチャップスが回転してくれるの。あ、すごいわね。サイズがだいぶ小さくなった。これで私も食べられるわね。おいしい。
中にガムも入ってたのよ。見て、すごい風船。割っちゃおっと。ちょっと、なんてことしてくれたの？ひどいわね。早くクローシュを開けてみて。え、サボテン？すごいね。舐めたり食べたりすることなんかできるのかな？だってすごく尖ってるよね。かわいそうに。モニカの指に絆創膏を貼ってあげて。よかった。じゃあカードをひっくり返していこう。アン、どう？何もしなくていいんだね。よかった。モニカは？食べないといけないの？かわいそうに。だったらジェスは舐めるだけでいいってことだよね。まあ、食べるよりはマシか。どっちから始めるの？モニカ、なんで私なの？やだ、ジェスよ。ストップ。じゃんけんで決めて。行くわよ。あ、ジェスが負けた。おめでとう。早く舐めちゃって。は、いいこと考えた。舐めたふりをするの。見て、ベロに刺さっちゃった。大丈夫、冗談よ。ちゃんと舐めて。うそ。あ、トゲが残ってる。痛い。これ以上舐めないわよ。今度はモニカ。知ってるわよ。ちょっと待って。あ、いいこと考えた。トゲを剃っちゃえばいいのね。そうすれば食べるのが痛くなくなるでしょ。安心して噛むことができるわ。これでよし。いい感じ。できた。あ、ごめんなさい。早く食べて。わかったわよ。行くわよ。いい予感はしないわ。あ、まずい。草を食べてる気分なんだけど、全然気に入らなかった。ちょっと、なんで吐き出すの？二度と同じことをしないで。何笑ってるの？やっぱりちょっと面白いかも。今度は何が当たるのかな？あ、ケーキだ。大きくて綺麗じゃないの。カードを引きましょう。早く。モニカ？あ、運が悪かったんだね。アンはどうかな？あ、舐めることができるんだ。そして食べるのはジェス。いいね。あ、ユニコーン。今のうちに食べちゃおうっと。うん、おいしい。気のせいだったかも。ごめんね。そう、じゃ舐めていくわね。それなら簡単よ。ごちそうが詰まったケーキなんだもの。最高。待って、噛んじゃダメ。噛んでいいのは私だけよ。今度は私の番ね。うん、おいしい。最高だわ。そしていろんな飴があるの。甘くて多いなんて最高。全部全部食べたいな。ジェス、私たちも食べたい？お願い。え、何よ。やだ、全部一人で食べるもん。欲張りなのね。は、いいこと考えた。早く食べな。楽しい。どう？おいしい？なんてことしてくれたの？ケーキが台無しじゃないの。ケーキが食べたいの？いいわよ。はい、召し上がれ。アンにもあげる。召し上がれ。髪の毛がクリームまみれになっちゃった。でもおいしいわ。大変なことになっちゃったわね。次のクローシュだ。何が入ってるのかな？あ、ハバババだ。アンは何もできないのか。ジェスは舐める係で、モニカは食べられるんだね。誰から始めるの？もちろん私よ。じゃあガムを開けましょう。あ、綺麗。何よ。わかった、先に舐めていいわよ。でもすぐに返してよね。もちろん、まずは全部舐めるからね。うん、おいしい。じゃあガムを伸ばしていくわよ。
そして舐めていくの。おいしい。気持ち悪い。なんてことしてくれたの。よだれまみれじゃない。気持ち悪い。とりあえず小さな一口から始めるわよ。最悪。全然美味しくないよ。こんなの噛めないわ。なんてことしてくれたの。気持ち悪い。吐いちゃいそう。あれ、何の匂い。あ、うん、シャワーを浴びてないの。ひどいわね。私じゃないわよ。何が入ってるのかな。カビチーズ。臭い。早くカードを引きましょう。やった。モニカも見て。何かな。あ、舐めるだけでいいんだ。食べるよりもマシよ。嘘。私が食べないといけないの。カビチーズなんか大嫌いなのに。じゃ、舐めていくわね。鼻を洗濯バサミでつまめばなんとかいけるはず。いや、やっぱりまずいわ。あん、洗濯バサミを外しちゃおう。いいわね。はい。あ、気持ち悪い。なんてことしてくれたの。はい、全部舐めたよ。今度はアンが食べる番ね。嘘、もう忘れてたのに。カビチーズなんか大嫌いだわ。匂いも味も最悪なんだもん。うわぁ、もっと食べて。え、そんなの誰が決めたの。もっと食べてあげる。でも後から私が臭いって言わないでよね。二人のせいなんだから。うわ、吐いちゃいそう。ごめんなさい。うわ、臭いよ。もう我慢できない。そんなに臭いの。